もうね、ニア充のおかげで充実してます。結構私の学校はね早くて、もう全然夏休みだし、なんならもう終わりも遅いし、なんか今年からの遅くなって、今日からえらい、もうおかしいですよ。カチャカチャカチー、もう本当に部活とか行ってる方は本当におかしいおかしい、仕事にね行かれてる方もすごすぎておかしい。最近はねカラスコ、もう年がら年中カラスコって感じです。課題ねない、もう受験生なのでありません。カラスコね美味しいんですよ、なんかウーロン茶のスッキリバージョンみたいな。最近ね元気になるためにモンスター飲んでると、とメンバーね、メンバーが多くてなんか飲ませてもらったんですけど、おっつおっつって感じ。真夜中にはいろんな飲み物があるわっていう感じ。でもねこの昨日ねコンビニになんか紫色のモンスターが売ってて、ちょ気になったって感じ。隊員さんありがとう。BLT サマーキャンディーの2024が昨日発売になったんで、ぜひチェックお願いします。え、今日受け取れるありがとうございます。花火大会いいなーいいなー。制服可愛かった、ありがとう。セーラー服ね、セーラー服。保育園もやっていいな。赤ちゃんとあの接触イベントのあるお仕事ください、お願いします。昨日もね、昨日はリハ終わって、もうリハ終わってよしただいまのその一歩でお風呂に入って、そのまま就寝したんですけれども、だからせなんならいつもより早く終わる仕事より早く寝たのに、赤ちゃんを見ていたせいで普通に本当にもうね明け方バブを見たせいで、でもねもうバブが可愛すぎて、てかもうね一人でもベッドに寝転がりながら、もう本当に可愛すぎていい加減にしてよとかね、スマホの画面に呼びかけていたんですけれども、本当にね早く寝られればかったのに、なんか赤ちゃん見たら覚醒してしまって目がねバキってしまったんですけども、可愛すぎてね。まあでも、ね、私は中学生まではのバブと呼ばせていただいているので、弟は全然バブなんですけど、そう花さんのセンター曲昨日も感動しました。大好きな曲がたくさん増えていきます。2曲ともとっても
大好き。もうスクショするのにね時間かかってしまってね、また時間かかってしまったんですけども、見終わるのに。おはようございます。誕生日おめでとう。お誕生日どういう大切な日見てくれてありがとう。アイスマンさんありがとう。そう夏休みね、セブンネットありがとうございます。そうセブンネットさんだとポストカードがつきますので、お仕事頑張ってください。暑いね、待ってるよ。今週も皆さん頑張ってください。僕は夏休みで済みます。センチメーター、テニスね。純吉さんありがとう。本当に私はテニスもできなくて、まあ、仮入部ね40人ぐらいいたんですけれども、40人の中で1人だけね、あのネットキワキワでね、あのラリーさせていただいたということがあってから、もうそこの日その日を境にね、テニスラケットにはね触っていないんですけど、トト君の宿題で、あの人さ NG なんですよ。宿題終わったとか言ってね、ずっとゲームな、車の中ゲームやってて、ボン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 ってねやって、たゲームやってるよと思って、夏休みの宿題は最終日残しとく。夏休みの宿題は怒られて、あのクラスルームに天野って書かれるまでやりませんというのは嘘、気持ちではやりたいんですけれども本当できないんですよ、計画性がないからね。でバン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 って車走らせて、あ宿題本当に終わってんなと思って、あ復習サイクルのカードがあります、暗記14日後のカード7枚、やばい。それでおい本当に宿題終わったのかっつって、で夜10時ぐらいにとか言って、あの学校が持って帰ってきたのパソコンのなんか宿題始めて、結局終わってないっていう。ございます。まあね小学生はね宿題多すぎて大変ですが、えでもあの人が何もやってる見たことないな、あれとか読書感想文とか書いても見たことないぞ。大丈夫かバブさん、バブさん本当宿題やってるかな、ちょっと見ないと。でバブさんねボンミスが多いから、あのカラーのあの市販のテストあるじゃないですか、あれでもねちょっと変な間違いしてるのでね、でボンミスはね癖づいちゃうと本当大変なことになるぞっていうのをね伝えておかないと。バブザロ、でもなんか現代
私のね1個下のね高校2年生の代からね、なんかパソコン的タブレット的なの買ってるらしくて、私の弟もパソコン学校か持って帰ってきてパソコンの宿題やってるんですけど、あれ場合によっては全然頭に入ってないことありません。だから結局紙が一番だと思うんですけど、あの4択でポチポチポチって押してくやつあるじゃないですか、あれさ結構頭に入らなくない？ちゃんとなんか、ま、本当に本気で取り組まないと、なんか惰性でポチポチポチって押してることありません？書くと思う。待って、ワニのいない庭さんだいつもラジオ送ってくれたりするまし。学力テスト的な企画見てやば、ほんとできないよ。青さんとかね、優勝。得意教科でないですね。どんどんなくなってる。てか、なんかレノのプレイリストみたいなやつが良すぎて、もう引用リツイートするだ。すっごくいいじゃんとかね、引用リツイート、危ない。よりツイートしそうだった。もちろんいいねをしました。いいね。コンタンプレイリスト、だからいいなと思ってなんか勝手にやろっかな頼まれてないけどなんかモメントとかに載せようかな。やっぱ最近はやっぱね金子彩乃さんかな、まあ、冬でもいいんですって。冬もねやっぱいいね、うん、秋でもいいし春でもいいしって感じ。てか BLT さんのなんか写真を載せたんですけど、信じられないほど画質がガビッガビで、もうなんかもうすごい使い回されたみたいな、もう私が一番初め載せたのにもう使い回されきった感じのあれなんですけど、どうしたらいいですか？あれ、なんであんな画質悪いんだろう。私だけじゃないですよね。なんかね、上げた時に上げてなんかしばらく撮って、画質悪いと思って、どうしようどうしようと思って、なんかどなたかなんか画質悪いとか言ってか来るかなと思ったんですけど、皆さんなんかすごい優しいコメントばかりで、あれは私だけと思ったんですけど、何回見てもガビガビでガビってるんですけど、私だけかな、やっぱ画質。いや、そうですよね、なんかおかしくって。でもね、私がアルバム、普通になんか写真のアルバムで見ると全然平気なんですけど、なんかあれに投稿するとおかしくって、もう一回なんか載せ直したかったんですけど、なんかいや、あなたのねツイートこんなにたくさん見たくないわみたいな思われてたら恥ずかしいなと思って、アリチョあのまま出したんですけど、一応動画、同じ動画はインスタグラムの方に載せさせていただいたんですけど、一応画質が普通で、すいません、なんか見づらい方は申し訳ないです。ぜひインスタグラムをチェックしていただけたらなと思います。アームウォーマー、そう、アームウォーマーね、なんか私のうちになんか何十個かアームウォーマーがあって、
それでね適当に1個もらってきたら、なんかそのここまで隠れてるやつで、で携帯じゃないってなんかしたら、なんかジュリーが「おいいじゃん手先パテのなんか隠れてていいじゃん」みたいな言ってもらえて、確かにじゃあこれもいいかもっていう気持ちになってきたんですけど、だから最近ね、なんかちょっと前にあのなんかメイクさんになんかいい感じのファンデーションを貸していただいて、使っていただいて、なんかそれでよくてね買ってみたんですけど、なんかメイクさんが私の肌色に合わせて2色混ぜてくださってたんですよ。それを知らずにね1色で使ってて、なんか最近ね何使ってもなんかね合わないなと思ったら、そもそもファンデーションがねもしかしたら合ってなかったみたいになって、結局前のファンデーション戻したんですよ今日。だから今日お家から出て汗だらだらでどんな感じになるのかちょっと気になってメイクしてみました。どんな感じになるかなってことで、ね、ジュリアコンタして、本当にもうね、この世で一番肯定してくれるなんかもうね、なんか私とかね、なんか、あの皆さんがねもちろん毎日ね肯定してくれるんですけども、なんかこうやって直接ね、なんか身近っていうか、その毎日会ったりする人でこんなにね可愛い可愛いって言ってくれる人ね、なんかいなくて、なんかジュリーは本当になんかパラレルワールド、なんか私がすごい可愛かった世界線みたいなので生きてないか心配になるくらい、なんかすごい褒めてくれるんですけど、だ心配だからありがとう本当に。なんか私とかねあんまりね褒められるというか、いやそういうのねあんまね可愛い可愛いとか、まあ言われるキャラじゃないから、あのジュリーがめっちゃ言ってくれてね、なんかああおおっすみたいな感じで、ちょっとなんかねヘタピン初めて言われた人みたいな過反応しちゃうんですけど、とても嬉しいよありがとうそういつもね、あのすごいちょっとなんか照れくさいいですみたいな感じのね反応になってしまって恥ずかしい。なんていうのが正解なんだ。 BLT シシカワイありがとうございます。素敵に撮っていただいたおかげでございます。あの上げてる写真とか動画はあの一緒に投稿してくださっているマネージャーさんが撮ってくださったんですけど、投稿したら写真使ってくれてありがとうってあの言ってくださって、お優しい。おはようございます。皆さん今日もお仕事学校頑張ってください。あの e スポーツのね、あの大会の方にゲスト出演させていただくのもね決まりまして、もう本当にすごく楽しみで、私はねあの どのゲームもあのゲーム実況を見たりする感じでもうとっても大好きで、フォトナとかはもうね私の好きなあの YouTuber さんとかめっちゃフォートナイトとかやる感じのあれなので、なのでねなんか久しぶりに引っ張り出してやろうかなって思っちゃうぐらい、もうすごいね、もう本当にあのもう私とかとねあの近いあのお年頃の皆様がねすごいなんかもう才能にあふれた方々のねその貴重な大会の場にね出演させていただけるの本当に嬉しくて、ぜひね皆さんも見に来てくださったら嬉しいなと思います。もう本当にね素晴らしい。じゃあちょっとそろそろ落ちないといけないんで。あ、決めてきます。行きます。
13位虎之助さん、ありがとう。12位いぶきさん、ありがとう。11位水内さん、ありがとう。10位きょうさん、ありがとう。9位デウスさん、ありがとう。8位大地さん、ありがとう。7位たかひろさん、ありがとう。6位ともさん、ありがとう。5位まさひろさん、ありがとう。4位けいじさん、ありがとう。3位たいにさん、ありがとう。2位じゅんきちさん、ありがとう。ステッチーはアイスマンさん、ありがとうございます。今呼びできなかった方は見てくださった、ギフトくださった方ありがとうございます。またゲームやるよということでね、もうこのゲームの話もしたいと思います。では皆様今日も頑張ってください。暑いのでね、私のもう本当に、もうすぐくるてにハマっている、分チャージを皆さんぜひゲットしてください。美味しいですよ。では